5周年ありがとう、そしておめでとうございます。スイッチです。坂崎夏目役野島健二です。春川空役山本和富です。青葉紬役石川海人です。5周年ということなんですけど、はい、まあ、スイッチとしては3年間やってきたわけじゃない。そうですね、確かに、はい、何かこう思い出とかってありますか？思い出、なんか一番最初にやっぱ思い出すのは東北新潟のイベントで初めてこうスイッチで3人でイベントしたのが懐かしい、結構一番覚えてますかね。あれって12月25日とかじゃなかった？そうです、クリスマスに。うん、柿原さんの誕生日ですね。あの日、あ、新潟だからなんかホワイトクリスマスとかになるかなと思ったら、はい、結構な雨が降ってその後綺麗な虹がかかったよ。確かに、思い出がある。全然雪積もってねえやつってありましたね。前日僕深夜に迷子になって。どこ行ったの？なんか道歩いて、うん、あのゲームセンターに行こうと思って新潟の、はい、で Google マップで調べたら大きいゲームセンターがあるから、うん、そこに行こうと思ったら全然タクシーとか通ってなくて、すごい幹線道路みたいなところを一人でずっと何キロも歩いてすげえ寒いのに。そう、悲しい思い出からの一点、次の日のイベントですごく楽しかったから多分すごい覚えてます。救われましたね、どん底からの。そう、控え室楽しかったな。なんか踊ってましたね、ずっと。そう、シングルが出てた時のその曲がずっとかかってたりとかして、うん、それに合わせて、うんうん、踊ってた。踊ってた。観光も楽しかった。僕は観光楽しかったですよ。あ、いいですね。なんか日本酒屋さん行ったりとか、あとそうタクシーに乗って、はい、あっちこっち頼んでもないのにいろいろ案内してくれて。おー、いいですね。観光地を案内してくれて。タクシーいたんです、ね、タクシーありましたよ。それはありますとも。あ、そうなんですね。新潟ですよ。知らなかったな。新潟はタクシーないのか。なるほど。夕日も見てね、すごい良かったですよ。僕はやっぱりあれですね、はい、ファンの皆さんにお会いできたのが一番嬉しかったですね。優等生か。そうですね。とっても良かったです。はい、はい、楽しかった。まあそりゃそうなんだよね、当たり前にね。さてさて、そんなその3年間やってきたスイッチですが、はい、今後の展開として何かやってみたいこととかってありますか？展開、うん、結構いろいろ、なんもうぶっちゃけで言えばもうやり尽くしてる感はありますよね。確かにね、さらに新しいものを考えるとなると全く違うものの発想じゃないといけないよね。なんかこうもっとじゃあこう、まあ3年でこう、うん、スイッチをこうフューチャーした。なるほど、まあ、ユニットとしてはね、そうそうそう、希望はありますよね、やっぱり。スイッチとしての何か特化したもの、うん、スイッチランド的な。スイッチランド、それは原宿のあの丸いもちもちしたやつのランドみたいなことですか？飲むやつ、それ。ありましたね。あ、的なスイッチがいっぱいある。いろんな各種スイッチが揃えられて。キャラとかじゃなくて、そのカチカチ押す方のスイッチってことですか？そうそう、もうなんか、まあでもアトラクション的にはそれも面白い。まあ確かにそうですね、その無限プチプチとかね、そういうのがあるぐらいですから。あ、そうそう、だってほら、なんか非常ベルのスイッチとか押してみたくならない？わかるわ、背徳感あるわ。絶対押したね、その時しか押しちゃいけないけど、そのスイッチランドではどのスイッチも押していいみたいな。こういう収録中のカメラのスイッチとかも押していい。そうそうそう、もう電源オフとかね。急に保存もしてねえのに。そう、あ、そう、レコーディングが終わった後のハードディスクのこう、おお、それ熱いな。みんないたずらがしたいのか。いたずらんどですね。なんかこう花火の打ち上げスイッチとかガッツッ、でプロジェクションマッピングでね、綺麗にね、やってくれるとか。おお、そうか、その手があった。魔法みたい、この白バッグのようなところで、うんうん、できんじゃん、ね、なんかこうここのスイッチを押すと係員さんの上にこうあのたらいがドーンと押してくるスイッチとか。いやいや、すっごく昭和を感じますね。アンスタ の, そのアプリで音ゲーやって、うん、パーフェクトが出た時にこうピッツって、うん、落とし音電源オフ落とす。
やっぱりイタズランドですね。イタズランドを作りたいです。スイッチランドじゃねえね、はい、いやスイッチランド、スイッチランド、スイッチランドね、スイッチランド、またの名をイタズランド。一、はい、日所長とかでね、ああ行けばランド長とか、ランド長、トークショーができますね、はい、いいですね、はい、ぜひあの偉い方お願いします。よろしくお願いします。スイッチの劇場版とか、劇場版スイッチ、あでも語られてない部分とかが結構あって、うん、その結成した時のその3人が集まって、うんうん、まあソラ君的にはこう2人がいて、そのなんかこうキラキラこうしたものがあるから、うん、そこに手を伸ばすのは、まあ、自然なことだから、うん、みたいな感じのことを言ってたんですけど、本当にこうストーリーとして語られてないから、その部分も見てみたいなっていうのもありますね。確かに各ユニット、まあ、全体的にまんべんなくフォーカスを当てることになってるので、うん、アニメだとそうそうです、ね、やっぱり各ユニットの掘り下げ部分はちょっと、うん、そうですね、演じてみたいなというのはありますけどね。そうですね。だとしたらやっぱそのユニットごとの一本一本映画化することじゃないですか。映画化、あ15分アニメ3本とかでいいんじゃないですか。現実的。あのブグブ先生の絵とかでね。あいいですね。あなるほどなるほど、それ面白いかもしれない。ショートストーリー、ね、ショートショートみたいにやっていく、はい、いろいろ出ていろんな要素が出てきましたけど、アドリブでやりましょう。スイッチアドリブ劇場。スイッチアドリブ劇場。ハードルが高いな。夏目くんどんなアドリブ言うんだろう。あ5周年のテーマでは、はい、スマイル、笑顔ということで、あらぜひこれをご覧になってる皆さんを笑顔にするような何かメッセージなどありましたら。マジムズいっすね。マジムズ、ハードル高いっすよ、笑顔にするって、ね、ギャグを笑いだねっすね、笑顔ググしかね。まあぜひ元気にさせて笑顔でね、はい、させてくれるような何かお願いします。はい、じゃあリーダーは締めてもらいたいんで、うん、マジか、じゃあ僕が、あ、じゃあお願いしてもいいですか。はい、します。5周年ありがとうございます。これからもアンサンブルスターズ楽しんでください。笑顔の魔法あげる。おお、なるほどね。あ、皆さんこんにちは、青葉紬役の石川です。5周年頑張りましたね。よく皆さん長いこと応援してくださっていると思います。その間ずっと皆さんはきっとスマイルだったのだと思います。今後もね、あの皆さんをですねもっともっと素敵なスマイルにできるように僕らも頑張っていきますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。以上、石川海人でした。真面目だ。大人だ。ドキュメンタリーみたいな感じです、ね、うん、ちょっとこのセット感を見て、はい、自分の姿勢を見て、あ、これなんかすごいプロなんとか感あるなっていうのを感じたので。プロテイン、いやそうですね、もうそれです。いや、フェッショナル感がね。そうです、フェッショナル感があった、ね、はい、じゃあ最後にリーダーに。マジか。そうですね、5周年本当にありがとうございます。こんな私がね、夏目くんがリーダーをやってますが、私はこんなふにゃふにゃしてる人間でございます。頼れるんだよな。でもね、皆さんにももっともっと5周年、6周年、7周年、8周年ってずっと、楽しんでもらいたいなと思いますので、これからも僕らもね、笑顔を絶やさず、はい、そして皆さんにもスマイルの魔法をかけよう、はい、というわけでございまして、これからもよろしくお願いします。というわけで以上、スイッチでした。